銀河伝説の輪は、高橋義弘による日本の漫画作品。銀河ザラストウォーズの続編として、週刊漫画娯楽にて2019年6月7日号から連載開始している。物語は、銀河流れ星銀、マイナスと銀河伝説ウィードのような年月の感覚はなく、前作と比較的直結した物語になっている。2020年12月時点で、 累計発行部数は150万部を突破している。かつて、犬たちと死闘を繰り広げた赤かぶとの血を継ぎ、縄張り楽観と犬族への復讐のため楽園と王群を襲った曲魔モンスーン。そのモンスーンとの決戦は、オディオンの活躍により、王群の勝利で終わった。しかし、誰にでも良心があると信じ、モンスーンとの共生を理想としたシリウスは、 その理想がほとんど誰にも理解されないまま終戦の間際に命を落としてしまう。その兄の理想を過剰な優しさと怒り理解しなかったオリオン。しかし、次第にその怒りは虚しさへと変化していく。誰にも打ち明けられず、こらえきれなくなったオリオンは、雪解けの季節を迎える前に、楽園から姿を消し、放浪の旅に出る。シリウスやオリオンについて誰もが無言だった中、 半年後、京四郎と佐助がコンビを組みオリオンの行方を追い始める。そしてまた、彼らの後を追うように楽園中の若者すべてが全国へと散っていった。一方、オリオンはシリウスの不法を母の小雪と妹にベラに伝えられずにいるまま石川県に滞在していた。しかし、日本海の近くノアと名乗る老犬と彼を慕う若者たちと遭遇する。 京四郎と佐助は創作の道中に鳴らすものの、集団と戦闘になった後、彼らに虐上げられる子犬、広田に出会い、鳴らず者から彼を助けることを決心する。また、出発の決心をしたオリオンは、石川県を立ち、旅先の福井県でいないはずの霊家たちと再会する。出会った彼らから話されるのは、モンスーン一味の襲撃以降、王軍が壊滅し全国的に、 派遣争いが起きたという全国の無法状態だった。その中の一つで、ノキザルたちの領地を奪った赤あり軍団と戦争状態となるが、その最中に突如として巨大隕石が飛来、火山活動の誘発等周囲に甚大な被害をもたらす。さらに、第二、第三の隕石が飛来して戦争どころではなくなり、オディオンたちはノアの指示によって、左平寺の洞窟に避難。 そこで過去の王の戦士たちの武勇伝を聞く。半月後、被害が収まってきたところで、オリオンはアンディラと共に赤アリ三兄弟と決着をつけに行くが、狩猟の王宇は調査に来た自衛隊員を襲って射殺されてしまう。残る二兄弟をオウオリオンたちだったが、その眼前に謎の巨大触手生物が現れたのだった。一方、射殺された。 王を確認しに来た赤ありに兄弟は謎の触手を全身から生やしながら起き上がる王王と対面していた。石川県の日本海に近い森に住んでいる野犬の集団、楽園にいる犬たちよりオンを探しに楽園を出た者たち。ありがとうございます。